メッセージカード、あ、そう、なんか今日チャットのメッセージカードが届いたらしいです。ほらホワホワしてる。あ、普通に。はあ。今日の声は前半曲めっちゃ頑張りすぎたら。そっからなんか頭が働かなくなっちゃって、なんかずっとぽやんってしちゃった。頑張ったんだけど、その後今日初めて公園来ました。あ、本当ありがとう。そう、なんかずっとぽやんってしてた。みんなの鍵穴を聞き逃した。なんてことだ、みんなの鍵穴ちゃんとみんな煽ったのに。大きな声出せますか、私たちと逆上がりできますかみんなの逆上がり楽しみにしてます。逆上がり、足で地面を蹴って、今日いくらちゃん側転した。あ、そうそう、側転はあれできる方のどっちかでよかったから、行くのにお願いしました。青塩岳さん、花火ありがとうございます。大人っぽくなった。マジ本当、最近あれだね、最近会ってないね。まだご飯食べてないよね今日。みんなご飯何食べたの？最近さ作りたいものがあってさ、最近コロッケ作りたいの。東京引っ越したから。そうだよね、そうコロッケ作りたくて。私が覚えてるあの実家のママが作るコロッケで、基本的には別にそんな最初から作るわけじゃないんだけど、たまにそうママが作ってくれる時があって、自家製コロッケみたいな。でその時になんかちっちゃい時好きだったのが、まん丸なコロッケを作ってもらうのがめっちゃ好きで、あんま火通りにくいからママ嫌がってたんだけど、でも妹と私はそのまん丸なコロッケがめっちゃ好きで、なんか特別感あるじゃないですか、なんかまん丸ってだいたい平べったいじゃん。違うの、そのまん丸が好きだったの。だからまん丸なコロッケを作りたい。台風っていうか、やっぱコロッケ関係ないだろ。何でそら関係ないわ。そう、なんか他の人は普通の平べったい丸なんだけど、私の妹の分だけまん丸にしてもらって作ってもらうのが好きだった。いや俵じゃない、もうねまん丸丸。それがめっちゃ好きだった。コロッケフランス料理なんだあれ。カニクリームコロッケとか食べたいな。実家に住んでた頃はご飯作んなかったね。なんかお手伝いとかをしてたけど。え、でもコロッケだから言うて別にまん丸にこうこねこねすればいいだけだから。コロッケ食べたい、コロッケ作りたい、食べたいより作りたいが強いかも。
かく決まってきたんだから、揚げ物割れてないよ私。でもちょっと太ってるからな最近は。今日めっちゃ私太ってるなって思いながら見てた自分のこと。今日いい感じに抜かれてた気がする。本当？いや全然私揚げ物するんだよね天ぷらとかめっちゃ揚げちゃう。でも今日ファンレター自主練、メールにメールチャットに書いたんだけど、ファンレター自主練でやっててなんかめっちゃ泣きそうになっちゃった。本番もなんかラストサビ泣きそうになっちゃった。バイスで見えた感じ。本当？でも太ってるの、おでこちゃんなの。エンドロールダンス失敗しちゃった、結構ショック。ちゃんと練習したのにな。ゆいなが成長、ね、ゆいなが成長してる、感動しちゃう鼻がかゆい。手首は感知しました。そう。そうだ、みんなからいっぱいプレゼントをもらってたので、プレゼントを持って帰ってきました。ありがとう。去年の話は一般販売は分かんないです。どこで一般販売として売られてるか、流通してはいるんだろうけど。いやもう一気に持って帰った。開封する。開封いいよ。じゃあ持ってこようか。ちょっと待ってて。あ寒い、ちょっとエアコン。ちょっと落とそうかな。だから温度上げよう。ちょなんかめっちゃいっぱい来たんです。ありがとう。誕生日みたいいっぱい来た。よいしょ。開封してるの見せるの NG じゃないよ、ね、私でも誰々さんとか言わないから。何これ、何だろう、これ初めて見るものだ。手紙入ってないでもね。何これ、何これ、難しい。何これ、何これ寝たらよかった。あ、あれか、日焼け、え、こういうこと、これ何、手紙が、手紙がないから、これな、何かちょっと分からない。でもなんか多分フードついてるから日焼け系じゃないかな。
昆虫型の日焼けのやつかな。誰買ってくれた人、説明もトム。でも日焼け系だったらめちゃめちゃありがたい。初めて見るタイプのプレゼントの形、確かに完成するとき便利ですね。おお、お花、あ、キュッてちょっと、すごい、ガラスだ、しかもコングラチュレーション、すごい、これ、あ、横向きにして飾るんだ、めっちゃおしゃれじゃない、見てほら、こうやって、あ、説明、ハリポタの消えるマント、え、どれどれが正解、濡らして、あ、水に濡らしてサッカー観戦に使う、そういうこと、え、めっちゃいいじゃん、夏に超ぴったりじゃん、これおしゃれだね、すごい、初めて見た、コングラチュレーション、 Thank you、 すごい、これこんななるんだ、花屋さんだから花屋さん、ありがとね。トリニータの、あの、この前の熊本さんのユニフォームをいただきました。私が行けなかったから。ありがとう。嬉しい。マジ助かる。ファンの人この HKT の袋、うん、え、これなるちゃん、もしかしてなるちゃんじゃない、これ違う、あ、チェリコピさんリコピさんがアクスタを出してるっていう概念がなさすぎて何かと思ったらリコピさんなんだヤッホーリコピさんあ、あれ、この前のファンカン、ファンカンじゃなくて、間違えた、リコピさんのファンカンで、ちょっとあれか、なんだっけ、こういうのなんて言うんだっけ、ファンカンじゃなくてリコピさん、あ、これ運営さんこの服がいてるってことね、そういうこと、ファンの人がこの服大好きなのかと思ってた、リコピさん、ファンミ、あ、そう、ファンミーティングだ、いや、これリコピさんだね、あ、リコピさんのファンの人の名前だ、ありがとう、こんな感じだったの、あ、かわいい、そういうことね、そう、推しメンだから、なんだろう、これ持ち手がある、わ、バッグだ、え、かわいい、じゃん、色めっちゃ可愛い、好き、あ、やばい、手紙がこの、あ、あ、出た、いつもの猫、猫ちゃんだいつもの猫ちゃんだ、待って、でもカバンに手紙がついて、ちょっと後でこれ聞いたとこ、可愛い色味、あ、これも猫ちゃんだ、ね、色可愛いよな、よいしょ、で、指がリボンが落ちちゃう、これケーキバッグの大きさが、あ、ピクミンがいる、なんかすごい、あ、ピクミンのピクミンの P やばい
かわいい。やばい、しかも認定のやつの手首のピーやばいね。かわいい。あ、待って、リナが持ってるやつもう一個来た。これ好きなんだよね、この T シャツ。これ好きなんだよ。え、やったー、2着目来た。これで心置きなく汚しても、汚してもいいわ、なんか汚しちゃダメだけど、切れるわ。あ、手紙あった。ボールペンも入ってる。手紙も、あ、お手紙もピクミンだ。じゃあマネージャーさんはこれ持ってないからお揃いじゃない、私だけ持ってる。なんだこれ、触り心地が、なにこれ、なにこれ、すごい、なにこれ、なんだバッグだ。なんかマトリョーシカみたいな出てきた。あ、違う大きさが出てきた。え、何これは、旅行用ってこと。え、これは な旅行用のあれ、マトリョーシカ。あ、この中すごい、なんか、あ、これ旅行の時とかに使えるやつ、中にいろいろ入れて。でもそんな気がする。メイクポーチにしたら多分大きいもんですとかね、そういうことかな。ありがたい、いいね、使える、めっちゃ助かる、こういうの。バックインバックですね、一時期流行った言葉、バックインバック。あれ、お手紙ない、お手紙ない。素晴らしい、良いね。あ、なんかついてる、なんだこれ。あ、剥がしてきた。めっちゃいいやん、めっちゃいいけど髪の毛みたいなんついてたえ、すごい、なにこれ。え、ちょっと待って、これ使用済みじゃないよね。めっちゃ髪の毛みたいについてるけど大丈夫そう、これ大丈夫めっちゃいいやつなんだけど髪の毛ついてるよなんで中古怖い。ほら見て、あ、見えない、ちょっと待って、落としたかも、毛、誰か知らない人の毛落としたかもテスト、まあ、確かにいいように言えばテスト済みだな。そう、ほら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 、見えない、私のせいで。あ、ほら、あとはついてないかな、毛が新品のはずなのに毛がおる数本ついてた。で、物自体はめっちゃいいんだけどね。これ何、これ真ん中のこのジャリジャリな部分は何なんだろう、不思議な。ここの部分何なのか気になる、後で調べてみよう。あった、説明書あった、これ説明書かな、あ、説明書だ。神様、花火ありがとうございます。岩田で、え、だよね、だって普通に考え、だってリボンもついてたもん今。イオンプレートなんだ、真ん中の部分って。シャンプートリートメントの時の、あ、そうなんだ、オッケーオッケー、シャンプーとトリートメントの時に使おうかな。へえ、
風通しの良い日陰で自然乾燥か。オッケー。まあでも別に返品めんどくさいから自分で使おうこのまま全然別にこの程度ならいけるだってたかが髪の毛数本ついてたぐらいでしょ。余裕だね、そのぐらいなら。これはなんだ、なんかあ、僕さ、人の顔が見えたかと思った。 T シャツじゃん。トリウ、クマ、クマっぽいデザインの T シャツですね。次は、プリントスターね。551やめてね。551って書くのやめて。お手紙入ってる。ちょっと待って、どういうあれで送ったのかちょっとお手紙する。面白選手権だった、やっぱ。これ。靴下。あ、靴下だ。チーキャワ。後で T シャツちゃんとじっくり見て。551ってなんか数字が見えたよ。どういうこと。あ、これも、あ、これモモンガだな。モモンガの顔がうっすら透けてるわ。あ、待って、このモモンガ持ってないやつだよ私が。初めてなの。かわいいじゃんこれ。そう、これなんか UFO キャッチャーかなんかで取ろうとして取れなかったんだよね。プライズ疑ってる。そう、取れなかったのこれ、ずっと。なんかあ、手紙あった。頑張って取ってくれたんだな、ありがとう。あ、なんかすごい横長い手紙だ。どうぞどうぞ。このポケモンのこの袋めっちゃ便利なんだよね。これ大きいが何でも使えるの。どうぞですね。わ、猫ちゃん。ナイトホームっぽいな、このデザイン。でも違うかな。でも可愛い、見てね、猫ちゃん。猫ちゃん、あれでもお手紙が入ってない。また多すぎ。ゾゾあるある。てかプレゼント放送あるある。また多すぎ。てか箱がでかすぎ。ありがとう、皆のもの。ありがとうございました。多分きっとこのお手紙もおめでとうの内容なんだと思います。あ、ごめん、手紙横長いやつ、名前書いてないと思って見せたらめっちゃ名前書いてたかもごめん、見えちゃったかも名前。まあ、いっか。ありがとうございました。サイズを間違えたかも。あ、どういうこと。メイクポーチサイズを送りたかったってこと。手紙の内容やばい。そんなやばいこと書いてきたの。大丈夫だよ、でも通ってるから挑戦抜発表ぐらいとかよかった。
ね、面白い T シャツ選手権あ、T シャツのサイズ、あ、T シャツね、どの T シャツね、これ、うん、どれ、あの551じゃないよね、あれどれだろう、おやすみなさい、おやすみなさい、サイズまりなちゃん足長い、そりなちゃん足長いのダメなの、足短いからスニーカー送るとか言ってたことなかった、え、送ってくるの、ありがとう、手紙もでも確認は多分されてるので、皆さん書く内容気をつけてください、こっち向けとか鏡になってるからちょっと、やばい、そういえばスタコレ開いてなかった、今私このイベント何ポイントいってるんだろう、私足短めなんだよね、あ、HKT チャイトおじさんが送ってくれてた2個もありがとう、リナのスーパーレア出ない、ザワのスーパーレアは出た、下欲しい、下どうなんだろう、上下なんかセットとか欲しいな、このイベントも達成しなきゃあれだし、下裾上げしてやばい、ファンの人が裾上げして送ってくれるってめっちゃおもろいよね、普通そんなことせんのよイベントだと20万ポイント20万ぐらいか、やばいな、意外と追い込まれてた、いつの日か話した夢はどれくらい近づけたかな、下げ締め、いやもちろんもちろん、本当は普通は自分でやるのよ、最後はランキング作ってほしさある、いやちゃんと発表しますよ、もちろん1位から3位ぐらいまでは、あとは参加賞です今日、最近では今日逆上がりでめっちゃ頑張ったのは、あのあれ、期限はあの夏が終わるまでT シャツ着れる時期が終わるまでです、そう、あの今日頑張ったのはあそこ、手のひらの1曲目の手のひらって曲のサビのあの涙の手自分の手のひらじっと見めて微笑む、ここムーの歌をいかに上手に歌えるか、そう高くてたまに出ないから頑張った、ここをめっちゃ頑張ったの、微笑む時間を知った、こういかに綺麗な上手な声で歌えるかをめっちゃ頑張りましたもやもやした気持ちも
両手で拭けば見えてくるよ。私手のひらのね歌と声の相性いい気がしてるんだよね。その高さ的な問題というより声色。ニットワンピとか着ますか？いいね、ニットワンピあんま着たことないんだよね。でも値段的に絶対無理だけど、今めっちゃ狙ってるのがハーリップトゥーのなんか秋作品かなんかがめっちゃ良くて、なんかたまたま流れてきただけなんだけど、ハーリップトゥー歌いやすい、なんか歌いやすいというかシンプルに声がなんか合う気がするしてる。え、嘘だ、これもうソールドアウトなの？ハーリップトゥーのいいなって思ってさ、秋じゃないか、もうこれ売ってたんだ、私秋だと思ってた完全に。これめっちゃ可愛いなと思ってたんだけど、もう売り切れてるわ。24,000円です。これ可愛いなって思ってないな、早い売り切れるの、さすがだな。くそスナイデルの新作でも見よう。スナイデルのロービングチェックミニスカートのピンク可愛いけどな、値段が高いんだよな。エイミーとかでも可愛いんだよね。再入かな、わかんない、どうなんだろう。かわいい。お洋服をもうほんと心ゆくまま買ってみたい、なんか全く何も気にせず。うわ、このラップミニスカートってかわいいな。とこしてるんだよな、可愛いんだけど。今日の公演東京神社です。お、ありがとう、わざわざ東京から来てくれてありがとうございます。伊丹 T シャツだけど、その前に送った T シャツみたいな気がした。あ、本当？ちょっと見とくわ。うさぎオンライン高いんだよな、本当値段がね。あ、ゆうやくんバッグありがとう。私の青の方のスーパーレアが出てないんだよな。あー出ないわ。そう、青の方が出なくて、赤の方出てるんだけど。なちゃんパフォーマンス大好き。本当？ありがとう。目を覚めた月が窓から降り、悲しい色に私を染める。さよならの手がかりもなく、無声の場で待っていたって、誰も来ないと分かってるけど、ここにしかいられないよ。滝の流れをかき混ぜながら、天井の方ゆっくり回り、涙を忘れさせようとする。恋の終わりは一方的に、ある日突然行方不明よ。愛しすぎて台風気をつけてな。そりゃみんなも気をつけてね、ちゃんと。飛行機遅れて王子に着くの0時過ぎになるから電車で見てます。え、マジ？お疲れ、ありがとう。ありがとう、なんてありがとうって言ったの。みなちゃんへ、これ着る？なんだろうな。それでさ、え、着ないとか言うのも気まずいけど、どうしたらいいと思う、そういう場合は。あ、私これ持ってるよ、このワンピースこれ持ってるガチで。あれでしょ、コクーンワンピースでしょ、これ確か。
本当の名前。そう、2023年にこれめっちゃ去年めっちゃバズったというか、めっちゃ人気。てかこれ、私これインスタに載せてるやつだよ。あのインスタにさ、コアラのさ、またアーカイブしたかな、あれもしかして。そう、インスタにあのコアラのクロッフル食べた時に着てたやつ。あ、そうそうそう、載ってるわ。まだ実はこれそのワンピース持ってるまさかの持ってる。メルケルなし全部収穫終わってる。いや、まだ時期的に終わってないんじゃない。姉ちゃん親友に抱きしめられたらいいけど思った。違うのよ、他のメンバーに送りそうになった。何を？あー、パック。あ、本当だ、来てる。ありがとう、3つも。 TGY さん、さあ、いない、いない、いないです。ゆえるさんとみるんさんのスーパーレアはいます。今日の公演ハートしてきた人、あんまりほぼいなかった。そもそも今日の私のファンの、今日私のファンの人めっちゃ多かったわけじゃなかったかも。あ、なんだっけ、そう、ユニットじゃなくてなんか話、あ、公演のことでなんか話そうと思ってたんだ今。なんだっけ、わ、出てこない。なんだっけ、めっちゃね、話そうと、今そのコメント見て、抱きしめられたら来るかと思ったのコメント見て、めっちゃ話そうと思ったことあったんだよね。なんだっけ、そう、思い出したよね、忘れちゃった。特典じゃない、グレーでペンチした迷ったから次また戻すかもOK。決められたらいいよね、あれ好き。ああ、あなたのことをただ見つめるだけで、うん、あ、心が満たされて優しい気持ちになるよ。夏の夜はそう、恋の放射熱、うん、あ、フランさんありがとう、パック。今回のもリナのだけは全部揃えときたい。頼む。あ、待って、来た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 、私の来た、来た、スーパーレア来たの、持ってなかった方、これ持ってくれなかった方、え、これ持ってなかった方だよね。あ、来た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 、え、そうだよね、私青持ってなかったもんね。あ、来た来た来た、やった来た、フランスさんありがとう、来ましたよ、なんとなんと、来たやったー見してみ、ダメ、スーパーレアはね、持ってない人はボヤボヤになるからね、見せらんないんだよこれ実は。え、やったー、来た来た、え、嬉しい、やったやった、でもちょっともう一回、じゃあみんなのホーム画面じゃないけどあれを作り直そう。ただめっちゃさかのぼ、あった、みんなの2個目、え、すごーい、まさかの来たやったやったー、でも全部リナにしとこう。
私の方も4個しかないけど。え、やばーい嬉しいやったやったー、ありがとう、すごい、しかも今日の時間内に。やばい、俺のクリナアルバムが更新されるぜ。あ、ゆうらちゃんがいいねしてくれてる、かわいい、めっちゃ嬉しい、やったー、ついに揃っちゃいましたよ。カバを新しいなちゃんにしちゃうぜ。シーンが見つかりませんでしたとは何だ、え、なんで、シーンが見つかりませんってなるんだけど、どういうこと、シーンが見つからないって何、とりあえず一旦戻るか。どういうこと、バグってるかもやばいやばいやばい。13位、あたりさんありがとうございます。12位、ションションありがとうございます。11位、ティーチョイさんありがとうございます。10位、ビビさんありがとうございます。9位ラーメンありがとうございます。8位よっちゃんありがとうございます。7位翔さんありがとうございます。6位アムロニュータイプさんありがとうございます。5位スプッチンさんありがとうございます。4位フランさんありがとうございます。3位京次郎さんありがとうございます。2位神様ありがとうございます。1位大城武さんありがとうございます。わーい、ありがとね。ちょっとアルバムの編集ができないから今ちょっと一旦戻そう。ありがとう嬉しいです、揃いました、わーいわーい。ちょっと後で編集しとこう。じゃあ皆様おやすみなさーい、バイバーイ。